先週、東京で開かれた表彰式に登壇したこちらの女性。産院特わかめののの作りり手ささだぞみさんです6年ほど前に地域おこし協力隊として奈良県から岩美町へ移住し漁師兼板わかめの作り手として活躍中の生産者です。 この表彰式は消費者と生産者をつなぐ SNS ポケットマルシェが主催ポケットマルシェは生産者が出品した商品を消費者が直接買ったりやり取りができる SNS でユーザー登録者はなんとおよそ50万人ベスト10に選ばれたその由はわかめ部の面白い活動が選んでいただいて、まあ、とっても嬉しいなと思いました かつて岩見町の網代地区では50軒ほどいた板わかめの作り手ですが消費量の減少に伴って激減そんな状況を変えようと山陰特産のわかめを全国に向けて PR するため有志たちと共にわかめ部を結成世界最大の板わかめ作りわかめグルメの考案など多くの人を巻き込んだ魅力発信が受賞につながりました わかめ部の活動を見ていて、あの地域の人がすごく応援してくださっているので、あのその辺もすごくありがたいなと思っています。これからも板わかめの魅力をあの伝えていきたいなと思います。板わかめの魅力を全国に伝える活動の輪は着実に広がっています。